新作コスメの情報が8分でわかる春の新作スキンケア PR 合戦ドラコスバラコス編、はい、イエーイ始まりました。結構この PR 合戦も人気動画となってきまして、いつも皆様ご覧いただきましてありがとうございます。今回も私たちでお送りしていきたいと思います。ボーチェウェブサイト編集長の三好彩香です。そして美容コラムニストの近藤菅子さんです。近藤です、よろしくお願いします。そしてボーチェ編集部より佐藤美里です。佐藤です、よろしくお願いします。今回はドラコスバラコス編ということで、はい、どんな新作スキンケアが出てくるのか楽しいですね、はい。あ、楽しみじゃない。いや楽しみですね。楽しいです。楽しみです。では早速一つ目の動画から見てまいりましょう。エリクシール中西です。1983年に誕生以来コラーゲン研究を続けてきたエリクシールが大人の透明感に本気で向き合って開発した光ブースト化粧水です。世界初の光解析システムの知見に着目し、透明感の鍵は素肌で反射する光の量であることを解明。潤って光をきれいに反射させる肌に整え、内側から輝くような透明感とふっくらとした張りに満ちた肌に導きます。美白もエイジングケアも叶えるこの一本。美白有効成分 4MSK や有効成分グリチルリチン酸ジカリウム、コラーゲン GL などなど、これでもかとよりすぐりの成分を贅沢に配合しているのにこの価格。毎日使うアイテムは使い心地も大事ですよね。化粧水3タイプ、乳液3タイプ、それぞれ別の6人の研究員がこだわり抜いた究極のテクスチャーです。化粧水乳液史上16年連続売上ナンバーワンのエリクシールの本気、ぜひあなたの肌でも体感してみてください。はい、ということでまずエリクシールさんですが、まあ、エリクシールみんな大好きエリクシールです、はいはい、今回はですねブライトニングローションとエマルジョンということでブライトニングタイプが登場しています。大人の透明感に本気で向き合ったということなんですが、はい、いつも本気ですよね。そうですよ、国民的ブランド、国民的ですね。やっぱりプライスも 3,4 千円ぐらいなので、うんうん、非常に買いやすいですよね、うん、化粧水3タイプ、はい、乳液3タイプということで、うんうん、あの以前出ていたブライトニングじゃない、うん、方のものも同じように3タイプ3タイプあって、うん、それは同じです、うん、この価格でこれだけ肌タイプがあるのいいよね。そうですよね、うん、今回世界初の光解析システムっていう知見に着目した研究になってるそうなんですけど、うん、透明感がそもそも何かっていうことで、うん、肌のなんかこう内部散乱光、要は光をどのくらい跳ね返すかっていうのが透明感なんですよってことを解析されたんですよね、うん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 、はい、そうでしょうね。はい、ただ反射してるだけが透明感じゃなくて、うん、中でどれだけ屈折してるかとか、うんうんうん、中でどれだけ光が回ってるかとか目で分かんないんだけど私たち、うんうんうん、でやっぱりね資生堂さんとかやっぱすごいのは今回の美白もそうだしたるみとかもそうなんだけど本当に効果があるかどうかの測る機械まで作っちゃう、そういうのやっぱりすごいよね。そうですね、そうですね。でそれでやっぱり商品作る時にチェックしながら、うんうん、これを入れたらやっぱりこれだけ光がたくさん出たとか、うんうんうん、いうのをやりながら成分とかを調整して作ってらっしゃる、うん、っていうんですね。やっぱさすがだよね。さすがですね。やっぱ資生堂さんその、うん、どう解析するかとか、うんうんうん、どう可視化するかみたいな、うんうん、その研究もすごいですものね、うんうん、だから何を入れてるかだけが化粧品じゃなくて、うん、ちゃんと効果があるものを入れてて、うん、成分として効果があるだけじゃなくて商品になって私たちが使った時に効果があるかどうかっていうのをちゃんと調べてらっしゃる。なるほどなるほど。この値段ってすごいよね、すごいですよね。やっぱり国民ブランドでたくさん売れるからできるんだよね。確かに、ね、そういうことか、うんうん、資生堂さんおなじみの美白有効成分の 4MSK も入ってますし、うんはい、あと肌荒れを防ぐ有効成分のグリチルリチン酸チカリウム、うんうん、そしてコラーゲン GL などなど盛りだくさん入っていて、はい、この買いやすいお値段というのは本当にさすが資生堂さん。それで全国のドラッグストアで買えると素晴らしいです、ね、さすがです、うん、ドラッグストアだからカウンセリングなしで買うから、うん、誰が買ってもこう間違いがないっていうのね、やっぱ安心感ですよね、うん、確かに、うん。皆様こんにちは、水彩 PR の添田です。本日は3月11日に発売される水彩ビューティークリアメルティハンターバームのご紹介をいたします。水彩といえば酵素洗顔パウダーをイメージする方が多いのではないでしょうか。この度水彩からバームクレンジングを発売いたします。毛穴汚れを逃さず絡め取る毛穴汚れハンターバームです。開発のこだわりは2つございます。1つ目は毛穴汚れをしっかり吸着、バームが顔の凹凸にピタッと密着し、毛穴の中のメイクや汚れを捉えながら段階的にとろけ、絡め取ります。二つ目は、乳化が早く、すぎやすいので、洗い上がりがぬるつかずに、すっきり、汚れが気になる部分には、パック使いもおすすめです。
フレッシュレモン&ミューゲの香りで、香りでもスッキリ感を感じていただけます。ぜひ毛穴汚れハンターバームをお試しください。はい、続きまして水彩です。毛穴汚れハンターバームってまた名前いいですね。これはまたグッとくるネーミングですけれどもやっぱ水彩さんといえば、先ほど動画でも出てましたけど、うん、あのパウダー状のね、小分けになっている洗顔すごく人気だと思うんですが、うん、今回はバームのクレンジングになっています。こんな感じで、うん、これ好き、ね、いいですよね。スパチュラがここにほら、うん、しまえるんですよ。なくさない。知らなかった。今知りました。今知りました。便利なんです。でもいつもどっか行っちゃいますもんね。そうなの、絶対にどこか行っちゃうとハマるの。ちょうどここに入れててベトベトにしてた。そう、ベタベタにならない方法があるから学びました今。素晴らしい。ねえ、ベチョベチョ。でもこれってバームって私はっきり言ってあんまり好きじゃないんだけど。そうなんですか。なんで、うん、なんかいつまでもヌルヌルしてるやつ多いでしょ。洗い上がりがちょっとぬるっとする。そうで、あと硬くてちょっとなじませにくいんだけど、はいはいはい、これね、サラサラなじみやすいですよね。早いですよね、うん、なんかジェラート系みたいな。おー、そうそうそうって。でね、ジェラート系、それでなんか水でも綺麗にサササッと流れた。洗い流しやすいですね。水と親和性が高い材になってるらしいので、うん、乳化がすごく早いっていう、ね、で今私もこれ取ってなじましたけど、もうすぐにとろけるというか。すごいよね。これおいくら万円だ。こちらはですね、税込み1980円、編集部調べとなっております。良いのでは。良いのでは。結構使えますよね、量的にも、ね、結構使えますね。ビットで割と伸びるし、うんうん、なんか時々部分的にパック使いをしてもいいらしくて、週に 1,2 回とか30秒ぐらい、ちょっとまあとはいっても30秒ぐらいなんですけど、うんうんうん、鼻の角栓とかってことですね。そう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 、鼻とか、なんかあと頬のザラザラしたとことか、なんかそういうとこも使ってみました。本当、うんうん、すごい。すごい、メイクしてないくてもこんなに伸びるんで。メイクだと、そうだよね、油分と混じったらもっと伸びがいいと思う。うんうんうん、なんか水性クリームとか、やっぱ金坊さんって上手だよね。確かに、うん、そうですね、得意技なんだ。得意技だと思った、うん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 、ね、これは売れそう。毛穴汚れハンターバームですからね、うん、名前がいいですね。名前もいいし本当にテクスチャーが使いやすい、うん、なのでこれは絶対試してほしい、うん、さっきの聖堂さんもそうだけど、やっぱ大きいメーカーさんっていろんな技術持ってるから応用されるじゃない。あ、だからね、高い製品だけじゃなくて、こういう使いやすい製品にも同じね、うん、技術が応用されてていいものができるっていうのはすごいなと思う。そうですね、うん、金坊さんグループの洗い物結構、洗い物強いよね。強いですよね。そう、うん、ね、ルナソルのオイルもすごいじゃない。そうですね、そうですね、うん、カネボのオイル洗顔料はちょっとね、要チェックかも。要チェックかも、うん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 、と角栓とかにアプローチする系も強いですよね、うん、強いですね、あのパウダーのやつとかね。そうですね、やっぱりね、その技術が積み重なってからこそのこのプライスで出せる、うんうん、と思います。大きい会社すごいですね。すごいですね、すごいですね、すごいですね、うん、伊達じゃないね、伊達じゃないね。ね、皆様こんにちは、アドミス PR 担当の土屋と申します。本日は3月に新発売するこちらのクラリファイングジュレウォッシュをご紹介いたします。突然ですが皆様、くすみケアをしても何度もくすみ悩みを繰り返してしまうというような経験はないでしょうか。この商品はくすみを取り去る、溜め込ませない、潤いを与える3つのアプローチで、くすみ悩みを繰り返さずに肌を洗うたび肌本来の透明感へと導いてくれます。まず取り去るアプローチでは、こちらのテクスチャーにご注目ください。角層を柔らかくする保湿成分リンゴ酸入りのジェルと、くすみの原因となる余分な角栓を絡め取るスクラブのダブルのアプローチを採用いたしました。さらにくすみを溜め込ませないように、ビタミン E とイリスネエキスの2種類の保湿成分で肌を整え、パーリエキスとヒアルロン酸で洗顔後のお肌の潤いを守り、乾燥を防ぎながらくすみのない本来の透明感を持った肌へと導いてくれます。ぜひお試しください。続きまして、オルビスさんです。ちょっとこれ、すごく可愛いですけどね。可愛いの、めっちゃ可愛い。オルビスさんじゃないと思いました。クラリファイングジュレウォッシュ、ジュレウォッシュ、ジュレウォッシュです。めっちゃ可愛いですよね、これ。可愛い、なんだろう、涼しげ、うん、で、中身がちょっとつぶつぶが入っているタイプになっています。でも全然なんか刺激にならないですよね、このつぶつぶが。そうなんです、そうなんです、うん、あんまりね、ジェルだけだと洗ってる手応えがないけど、このつぶつぶがちょうどいい感じだった。確かに。そう、でもなんか肌当たりはすごく優しいし、うん、このつぶつぶ結構すぐいなくなってくれるので、うんうん、摩擦とかも全然心配はないんですけど、リンゴ酸入りのジェルが角層を柔らかくしてくれて、うんうん、スクラブでくすみの原因となる、うん、余分な角層を取っていくっていうことで、はい、スペシャルケアとしてお使いいただきたいものだそうです。でも普通のよりもちょっと量が控えめだよね、つぶつぶが。そうですね、ね、うん、私初め自分の手が汚れてるのかと思っちゃった。
ザラザラがついてるのかと。じゃあこれ毎日は使わない方がいいってことですか？週に1から4回のスペシャルケアとしておすすめしていますが、毎日使っても大丈夫です、うん、ということです。はい、私すごい朝重宝してた。トゥルンとしますよね、うん、朝って前の日に別にメイク残ってるわけじゃないから、はい、そんなにムキになって汚れ落とすことないじゃん。だからスキンケアに専念して洗顔できるからちょうどよかった、うんうんうん、あとやっぱり透明感すごく感じられたなと私は思っていたので、うんうん、朝ちょっとくすんでるなみたいな日はこれがいいなって思います。ピカッとする感じありますよね、うん、するよね、うん、それちょっと朝の気分のデザインじゃないこれ。わかる、ね、うん、洗面台に置いときたい。そうこれを手に取るだけですごく朝気分がいいですよね、うん、朝の気分爽やか、うん、爽やか。 PR の方も肌すっごい白かったですね。本当透明感すごい、すごい透明感でしたよね。やっぱこれ使ってるんでしょうね。そうでしょうね。ぜひ美肌を目指しましょう。ちょっとね、夏はどうしても紫外線で角質層が厚くなるから、ね、うん、いいかも。これからの時期良さそうですね。そうですね。使用感もいいし、でかつそんなに入ってるとやっぱり夏にあんまり角質層が薄くなりすぎると、うん、今度紫外線に対する抵抗力がなくなるから、うん、ちょうど良い塩梅。そうですね、うん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 、取り去りすぎない感じっていうかね、うんうん、潤いもしっかり残ってくれるので、うん、そうですね、はい、これも1000円台って素晴らしい。素晴らしいですね、1760円です、うんうん、プチプラ価格ですね、うん、優秀。首とかも使いたいかも。あ、首使う。これは首に良いと思います。良いですよね。あんまりね入ってるとここって、ね、結構しっかりスクラブ入ってるのだと痛くて、痛い痛い痛い、私、うん、そうそうそう、首ってね皮膚薄いから一回荒れるとね何ヶ月も治らない。そうなの、私今その状態なんです、うん、でしょ。これならいいですよね、うん、これだと大丈夫だと思います、うん、使おう。第一三共ヘルスケアトランシーのブランドマネージャーの原巻幸恵です。この春、シミの兆しにアプローチする美白美容液、薬用メラノシグナルエッセンスが新登場します。シミのきっかけになる炎症にフォーカスして、抗炎症作用を強化。トラネキサム酸に加えて、グリチルリチン酸ジカリウムを追加。ダブルの有効成分配合になりました。さらに、微細化したナノカプセルを採用。成分が角質層に素早く浸透してとどまり、じわじわと送り届けられる効率的な仕組みになりました。しかも、美白美容液ながら、このように滑らかで潤い感たっぷりの使い心地です。ぜひ、全顔でお楽しみくださいね。ということで、今年のシミケアはトランシーノで。はい、続きましてトランシーノさんです。トランシーノ薬用メラノシグナルエッセンス医薬部外品となっております。トラネキサム酸に加えて今回はグリチルリチン酸も入ったということになってるんですが、うん、そもそもトラネキサム酸の会社なんですよね、菅岡さん。ですよね、これね。だからやっぱり製薬会社さんだから、うん、こういう成分はもともと自分たちでお作りになってたりとかね、うんうんうん、詳しいから、これもベテラン製品ですよね。ベテラン選手です ね、 ね、だって飲み薬でもね入れてらっしゃるし、はいはいはい、うん、そう、トラネキサム酸って抗プラスミン剤という薬、うんうん、医療用の成分として、うんうんうん、1965年に世界で初めて第一三共さんが製剤化に成功した成分なんだそうです、うん、なのでもともと第一三共さんがトラネキサム酸を作ってらした、うん、はい、それを皆さんが使ってたってことですか。もうベテランですね。ベテランだし、使いこうどうやったら上手に化粧品になるのかっていう技術もお持ちだと思う、うんうん、やっぱりね、その製薬会社さんならではの開発力だったり研究だったり、うん、あと安心感もありますよね、うん、なんか成分で入れればいいわけじゃないから、どういうふうに入れると一番いいレシピなのかとかね。そうなんですよね。そういうのもご存知だろうし。確かになんかよくね、あの成分だけ、やっぱ成分今すごく流行っているというか、読者もすごく興味があってみんな知ってるんですけど、同じ成分だったらどれでも一緒かって思っちゃう人もいるんだけれども、やっぱそのレシピなんですよね、須賀子さん、うん、そうですよね。例えば2000円のワインだって50万のワインだってブドウだから、そうです、成分だけ見ててもちょっと分かんない時もあるよね。そのレシピの妙がそれぞれね違うということなんですけれども、うん、今回なんだっけ、ジカリウム、グリチルリチン酸ジカリウム、グリチルリチン酸ジカリウム、よく歯磨きに入ってる抗炎症の成分ですよね。なのでブライトニングプラス抗炎症っていうダブルになったと、うん、やっぱりそもそもメラニン増えるって炎症が原因なの で、はい、炎症を抑えるっていうアプローチはいかにもね製薬会社さんらしい、うんうんうん、確かに、うん、なんかたくさん入ってるんだよこれ。大きくない？そう、意外と長持ちしますよね。そう、 30g 入っててパール一つ台で結構伸びがいいので、うん、結構持つ気がしますね。大きいなと思っちゃった、久しぶりに見て。そうですね、うん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 、この製品もロングセラーだもんね。そうなんですよ、あと合わせてね、あの内服薬も新製品で、うん、トランシノホワイトプレミアムっていうのも出るということで、うんうん、気合入ってますね、今年ね。気合入ってると思います。入ってますね、夏前にぜひベテランにご注目ください。ベテラン
皆様こんにちは。 VT コスメティックスマーケティング担当の古川です。今回3月に新しく発売になる新ラインシカレチエよりセブンデイズマスクをご紹介いたします。シカレチエラインは VT シカと乾燥による毛穴悩みなどに効果的な成分として話題のレチノールをプラスし、敏感肌でも使える毛穴ケア全般をサポートしてくれる新ラインになります。 VT 独自のシカヒアルロンと乾燥による毛穴悩みに効果的なレチノール成分に加え、植物由来成分をプラス、さらに植物由来のリオセルと竹で作られたビーガン認証の優しいシートマスクが肌へ密着し潤いを与えてくれます。スペシャルケアのセブンデイズマスクでぜひ毛穴悩みにいち早くアプローチしてみてください。はい、続きましては VT さんです、うん、シカレチエセブンデイズマスクということ で、ね、VT コスメもめちゃくちゃ人気ですよね、うん、この緑のトラさんのパッケージで、うん、トラですよね。日本に1個しかないでしょ。そうテスターがねこれしかないので、ミリさんぜひ出してください。貴重なものを取っちゃいますね。貴重品です よ。すごいなんかねうっすら緑の、あ本当だ、うん、シートが本当だ、ね、うんうんうん、めちゃくちゃ今ひたひたになってますね。気をつけて、落ちそうだよポトって。あ、すみません。でもしかも本当に人気ですよね。そうなんですよね、うん、ポーチェってあの半年ごとに美容流行語大賞というのをウェブで発表してるんですけれども、うんうんうん、2年ぐらい前やっぱりマスク生活になってから、うん、2年目ぐらいからずっとシカがもうトップにランクインし続けていて、うん、でその後レチノールがもう今ガンガン人気で上り詰めてるということで、うん、やっぱシカかけレチノールっていうのはですね、今も本当に2大みんなが大好きな成分、注目成分なんですよ。うん、注目成分だけど、シカって昔からあるツボクサエキスなんだよね。だから名前が変わって、呼び方が変わったから新しい気がするけど、 でもかえってだからなんていうのかな、安心感がある。そうですね、うん、もう使いこなしも分かってるし、どういう効果があるのか もうよく分かってるから、うんうんうん、リーズナブルに賢く使えるよね。そうですね、7枚入ってますもんね、うん、7枚入ってます、はい、で770円、うん、770円ですね、うん、いいですね。これはストックしておきたいですね。なんかそうですね、うん、ね、どうこんな感じです。なんか本当にしっかりしたマスクで、うん、ちょっと伸びる感じですね、横にも。あ、ちょっと伸びるといいよね、うん、ぴったりくっつくし、ぴったり。本当にね、みんな大好きだから、シカとレチノール。でもレチノールって下手するとちょっと乾いてくるじゃない。だから、はい、そういうシカみたいな保湿成分と一緒に使うといいよね。組み合わされてるのがよりいいってことですね、うんうん、あの今回シカ成分と、うん、あとレチノール誘導体と、うん、あとバクチオールという次世代レチノールと言われているものが入ってるそうです、うんうん、この価格ですごいですね、うん、価格からするとかなりてんこ盛りな成分な気がいたします、うん、かなり潤いますよ本当、うんうん、シートもビーガン認証の、うん、あ、そうなんだ、はい、優しいシートマスクになってる、うん、そうですよ、うっすら緑、うっすら緑のもちょっと可愛いですね、うん、なんかちょっと暗いところで光りそうな感じそんなことはないですかね。新しいねお祭りのやつみたいなシートマスクってアジア人が好きだからね、やっぱアジア系のは上手だよね。 あ、そっか、うん、なんでアジア人が好きなんですか。なんか好きなんだって。私も大好きです。うん、なんかね、欧米人はあんま好きじゃないみたい。なんでだろう、めんどくさいんじゃない。あとあの欧米の方って化粧水が拭き取りのトナーの文化だから、うん、それもありそうですね。全然自宅でそんなに頑張んないよ向こうの人は。そうなの、うん、決めつけ顔洗って個人の感想です。さあね、顔洗ってクリームで割と人多いもん。あ、そっか、うん、確かにあんまり工程踏まないそうイメージ。だから多分ね、エステティックでやるものっていうイメージだと思う。そっかそっかそっか、日常使いしない、うん、自分では、うん、家でコツコツやりたいアジア人、ね、アジア人真面目だから頑張っちゃう。だから多分アジア人の顔型に合ってるデザインになってるもん。あ、そうかもそうかも、うん、確かに、うん、そうです。確かに、うん、鼻とか足りなそうですよね絶対足りないよ ね、うん、そういうのもいいんじゃない。だから私たちは確かに。こんにちは、リオ PR の松岡です。エイジングスキンケアブランドリオのスター製品リオザクレンジングバームシリーズはクレンジング売上3年連続ナンバーワンとなりました。そのリオからブランド初となるシートマスクが数量限定で登場します。こちらの攻めと守りのケアを叶える2種類の薬用シートマスクです。こちらのピンクのパッケージがシミ予防もシワ改善もしてくれると人気の成分ナイアシンアミドを薬用有効成分として配合した今あるシワにアプローチし肌コンディションを整える攻めのシートマスクです。そしてこちらのブルーのパッケージが
ブラネキサム酸とグリチルチン酸ジカリウムのダブルの薬用有効成分配合で肌荒れを防ぎながらさらに美白まで叶える守りのシートマスクとなります。どちらも高い密着性と柔らかい肌触りが特徴の植法を採用しております。ぜひ毎日の肌状態に合わせて選んでご使用ください。はい、続きましてはデュオさんです。デュオさんからシートマスクが2種類数量限定発売になるということで、デュオといえばやっぱりクレンジングバームだと皆さん思って、うん、マスクね、そうですよね、はい、そうキンキキッズの、そうなんです、そうなんですもうすごくねあのイメージがあると思うんですが、他にももちろんスキンケアラインがあるんですよ。知らない方もいらっしゃるかもしれないですけど、美容液だったりとかも出ているんですけど、うんうん、今回はシートマスクです、はい、で2種類ありまして、1つがザ・リンクルホワイトマスクということで、シワとかブライトニングにアプローチするもの、それからもう1つがデュオザ・スキンリペアマスクということで、うん、抗炎症のものです、うん、ホワイトリングの方がナイアシンアミド配合で薬部外品、リンクルホワイトマスクの方は、うん、ナイアシンアミドが有効成分です、うんうん、スキンリペアマスクの青い方は、うんうんうん、トラネキサム酸とグリチルリチン酸ジカリウムのダブル有効成分になっていて、ピンクの方のリンクルホワイトの方が切り込みが入ってます、マスクに、うんうん、こうね、あのフィットアップ感みたいなのを多分出すということで、うんうんうん、形も変わっているということなんです、うん、なるほど。部外品のシートマスクってあるようであんまりない気がするんだけど、本当、うんうん、難しいのかな、どうなんだろう、やっぱり安定させるのが難しいんじゃないかな。これ個装ですか、1枚ずつ入ってるのかな、個装ですね、やっぱりそれはだから変質を防ぐためだと思う、あー、うん、そうかそうかね、はい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 、ね、珍しいよね、そうですね、うん、だからシワもシミもっていうことですよね、そうなんです、うん、そうなんです、なかなかね長続きしにくいケアだから、こういうので簡単にできるといいよね、いいですですね、うん、なんか両方揃えておいてね、肌悩みに応じて使い受けたりもできそうですし、うんうんうん、初めてのシートマスクですね、デュオは、そうなんですよ、なんか姉妹ブランドのシトラナがあるから、そう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 、なんか期待できますね、あのシトラナもすごく私好きなので、うん、いいですよね、これもめっちゃ期待してます、うんうん、はい、楽しみです。美白の方が赤いパッケージって面白いね、普通なんかブルーのイメージ、確かにあー確かに、ね、うん、シワ改善感なんじゃないか、シワ改善感か、ああいうのってちょっとナイアシンアミド感か、感なんじゃないですか、うん、なんとなくのイメージですが、ね、うんうんうん、そうなんだね、そうですね、うんうん、そうかそうか、抗炎症だからブルーなんですね、うん、そうですそうです、うん、夏ってこれから夏になってほてった時とかにもすごくいいと思う、あーそうですね、うん、やっぱり紫外線ね結構浴びちゃった後とかってまず鎮静するの大事ですもんね、うんうん、それに抗炎症が入ってるっていうのがいいし、うん、こういうのって冷蔵庫で冷やせるじゃん、あーいいですよね、冷やしていいんですか、冷やしていいんじゃないですか、うん、うん、あのね化粧水みたいに同じボトルのものを冷蔵庫から出したり入れたり出したり入れたりすると温度差が良くないんだって、そういうことなんですね、うんうん、あだけどシートマスクで使い切りだったらそれすぐやっても二度と使わないじゃない、そっかそっか、うん、そういうものは冷蔵庫に入れてもいいのか、うん、入れてもいいと思う、なるほど、うん、結構冷蔵庫に入れたい読者というのもいるものでして、いますよね、そうだからあんまりね何度も入れたり出したら良くないらしいですよ、あじゃあこういう個包装のものとかも、うんうん、へ勉強になります、いいと思います、はい、ウズバイフローフシー PR の柳瀬です。ウズ公式オンラインストア限定製品、ウズアイクリームをご紹介いたします。まばたきや表情の動き、室内外の温度差や乾燥などでエイジングが進みやすいデイタイムこそ特別なケアが必要だとウズでは考えました。まるでレフ板を当てたように瞬時に明るさを与えつつ、保湿はもちろん、シワ、クマ、ハリ、くすみ対策まで解放するハイブリッドなアイケアアイテムです。皮膚ビタミンとも呼ばれるビタミン B 群を中心に、ビタミンとともに効果を発揮する成分や、保湿効果の高い天然植物由来のオイルなど16種類もの美容有効成分が配合されています。また色素や顔料を使用せずミネラル成分のみで着色されていて、つけてすぐにトーンアップ効果を発揮します。いつでもどこでも一塗りで明るく元気な印象の目元に導いてくれます。はい、続きましてはウズさんです、はいはい、ウズといえばアイライン、アイライナー、うん、ね、マスカラもですけどあの先ほどの動画のピアルさんも綺麗なホワイトラインが入って、ね、見ましたか、ね、釘付け釘付けですよね、さすがだと思って見ていたんですが、今回はスキンケアの話なのでアイラインではないんですけれども、うん、やっぱり目元ということで、うんうん、ウズアイクリームというものが日中用のアイクリームが登場するんですね、うん、これ結構面白くて、面白かった、そうなんですよ、私結構好きで、これ私それ
こういうオレンジ色のテクスチャーになっていて、ね、コンシーラーかなとかって思いました。そう、私最初ね、ケアだって聞いてたのに、これってコンシーラーとか思ったの、うんうん、でもアイクリームなんですよ。そう、日中用アイクリームということで、うん、あとメイク直しとかに、うん、メイクの上からも使っていいそうなんですけど、うん、私あの基本的にすごいクマなので、うん、やっぱこのいつも言ってるよね。そう、オレンジは仕込みたいんですよ。だから、うんうん、これ私求めてたやつだと思いました、うんうん、でなんかメイクのような顔料は使ってないんだって。そうなんですよ ね、ミネラルの成分なんですよね。それでこんな色になるんだ。そう、すごいですよねこれ、うん、ピタッとね、すごい、すごい少量でいいんですよ。でピタッと密着するので、うん、ちょっと指でポン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 となじませたら、うん、すぐにメイクもできます。なじみいいと思いましたね、うん、ね。で塗るレフ板のような効果があるということをおっしゃってます、うん、そう、あのピグメント入ってないんだけど細かくこう光反射するんだよね。そうですね、結構最初めちゃくちゃオレンジだなと思うけど、なじませると整えてくれたって感じに、うんうん、本当にオレンジオレンジはしないんですよ、うん、ですごく程いいから。確かに光反射する、ね、だからうずさんがちょっとこういうスキンケアってえっと思ったんだけど、うんうん、マスカラにアイラインと着てと思って、ああそうかと思って、あと寝つき免疫だしましたね、ね、だからやっぱり目元にすごいこだわってるっていうか、うん、目元といえばうずですもんね、うん、そうですね、うん、いいですね。この目元っていうものにフォーカスして繊維をずっとね、うんうん、まあ、リップも出されたりしますけど、うんうん、作られてるということで、そこのやっぱ開発力っていうのはすごい信頼できるんじゃないかなと、うん、なんかこのすごいマニアックなところがいいよね。いいいいグラスでもね、こう温体温みたいな。そう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 、ね、今回もこのマニアックな。そうなんです、まだ本ちゃんのデザインじゃないです。本ちゃんどんなのかちょっとまだ見てないけど、うん、あのビタミン B だったりとか16種類の美容成分も入っているのと、うん、5% 交配後のナイアシンアミド、うん、などなどなど、あとくすみに対応する成分だったり、うん、クマに対応する成分だったり入っているということで、あとパンテノールとかも入っているので、すごいね、はい、いいですね、結構てんこ盛りです。さっき資生堂とかカネボさんとか大きなメーカーですごいって言ったけど、逆にこういうなんかみんなこだわって一生懸命作ってるっていうならではのもあるよね。そうですね、うんうん、こだわりを感じます。こだわり感じる、うん、はい、これめっちゃ好きです。皆さんこんにちは、なめらか本舗 PR 担当の伊藤です。本日は春の新商品、なめらか本舗マイクロミスト化粧水 NC をご紹介いたします。オリジナルの保湿成分豆乳発酵液に独自開発した高純度豆乳イソフラボンと人型セラミドを新配合し、さらに潤いを感じていただける処方にリニューアルいたしました。特にご好評いただいているポイントはこの超微細ミスト、ミストが細かくて本当に気持ちよくふんわりとかかりますので、日中の保湿メイク直しにおすすめです。そしてなんとこの度美白タイプも新登場いたします。美白有効成分のアルブチンと肌荒れ防止成分を配合し、肌荒れ&ニキビ予防しながら美白ができちゃいます。2つともこのように逆さにしてお使いいただけますので、全身の保湿美白に便利です。ぜひお風呂上がりのひとまず保湿やスキンケアの前の導入化粧水としてお使いください。はい、続きましてなめらか本舗さんマイクロミスト化粧水です、うん、今私たちの方は NC というものがありますけれども、純白ミスト化粧水というブライトニングタイプも出てくるということなんですね。これすっごい気持ちいいですよね。細かいのよ、細かいのと、あと広くないですか、なんか確かに、あなんか気持ちいい、一気に潤う、うんうん、細かいね、うん、体にもいいですね。そうなんですよ、うん、私お風呂上がりに逆さまにできるのが本当に便利で背中が結構乾燥して痒くなっちゃうので、うん、とりあえずお風呂で背中と顔とファーってなるほどやってます。もともと大人気だったんですけれども、うん、今回さらに潤いが力がアップしているということと、うんうんうん、純白ミスト化粧水タイプが出る、うん、ということです、はい、うん、面白い。これタナさんですね、会社は。あでも本当にスムーズ、変に硬かったりするのってあるじゃない、うん、ね。あとなんかちょっと強すぎたり弱すぎたりしても若干使い勝手が悪いなと思うんですけど、これすごく微細なんですが、うん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 、それが結構広範囲にちゃんと出てくれるから、うんうん、早くお手入れできていいなって。なんかメイクの上からやるときに、どうミリちゃんめっちゃ気持ちいいねすごいずっとシュシュこれデスクとかに置いときたいですよね置いときたい。あんまりこれってなんていうの、ミストが大きいとメイクの上からやるとこの辺ダラダラになっちゃう。さすが良くなってます私シュッね、いいよね、これはいいですね、うん、気持ちいい。私なんかもっと大きいのがあってもいいかなって気がしちゃう。なんかボディにも使いたい、ビッグバージョン、ビッグバージョン重くない
多いかな。持ち運び用に小さいのも、うん、ちっちゃいのも欲しいよね。また要望を言ってみる。それ好きだな。やっぱりイソフラボン、豆乳イソフラボンのこのみんな絶対見たことありますもんね。うん、福豊っていう大豆があるんだ。国産大豆福豊を使われているということで、20年にわたるイソフラボン研究をされてるんだそうですよ。すごいですね。そうなんですよ、まあ、ボディにいいよね。でもね、いいと思います、うん、とっても、うん、やっぱり買いやすい価格帯なので、うん、これはボディにもねしっかり使っていけると、うん、ちょっとね、あの保湿するとこの辺のデコルテとか背中のニキビもできにくくなりますよね。あ、そう、急にどうしたの。実体験です。実体験です、はい、いいですね。すねがいいと思う。すねもいいよね。いいですね、うん、つい忘れちゃうけど確かに、うん、ね、乾くし買いやすい価格帯ですし、うん、ぜひお顔プラスボディもよろしければお使いになってみてください、うん、ぜひ。はい、ということで、はい、今回は春の新作スキンケアピエール合戦ドラコスバラコス編を8ブランド様見てまいりましたけれども、はい、恒例のやりますよ。はい、マイベストを決めます。緊張するんだよね。緊張するし、基本的に全部好きになっちゃってるから。うん、そうですね、そうなのよ、選べないんだけど、ね、いいですか、決めてもらって。はい、いいですか、決めましたか。では発表しましょう。今回の私たちのマイベストはこちらです。せーの、じゃーん、じゃーん。おお、洗い物系ですかね、皆さん。洗い物、そうか、うん、洗い物。え、みりちゃんは？私はあのこのなめ本の。なめ本。え、なめ本っていうの？それ世の中の皆様みんななめ本。言ってませんか皆さん。なめ本。あ、なめらか本舗を訳して。なめ本。なめ本。なめ本。はい。業界用語ですかね。あ、じゃないか。私はオルビスさんにしました。クラリファイングジュレウォッシュ。よかったですね、それ。もう本当に使用感が気持ちいいのと、やっぱり透明感を感じました、うん、私はくすんでいるので頼りたいと思います。あと見た目の可愛さもやっぱり洗面台に置いておいてすごくテンションが、うん、朝気持ちがいいんです、これを見ると、うん、なのでこれにしました。はい、私はバーム嫌いを直してくれた水彩します。これね、さっき言い忘れたけどオレンジのいい香りがするんですよ。そうなんですよね、柑橘系のね、うん、柑橘系のいい香りですよね、うん、それちょっと意外だったバームが。あ、確かに確かに。ねみりさん、なめ本が好きなんで、なめ本これで潤いたいと思う。なんか衝撃的な細かさでした。なんかそうだよね、すごい綺麗に保湿できる感じが、うん、すっごい、もう撮影所にものすごい浴びてるマイクとか来れないかなみたいな。ハマってる。これはちょっとデスクに1本置いて仕事したいと思います。いいですね、デスクのうちにとね、常備したいですね。はい、ということで、ドラコスバラコスにも優秀なコスメがたくさんあるので、うん、ね、はい、またね、あの新作いろいろ解説していければなと思います。ぜひ皆様も何かご意見あればコメント欄に書いてくださいね。ということで、はい、今日はここまでになります、はい、ありがとうございました。この動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録と素敵なコメントもお願いします。